アレクサンドル・バリテラビチ・リトビネンコは、ソ連国家保安委員会、ロシア連邦保安庁の職員だった、ロシアの人物。当時の階級は中佐。後に、イギリスに亡命し、ロシアに対する反体制活動家、ライターとなった。2006年、ロシア情報機関員ルゴボイラに毒殺された。死の直前に、イスラム教に改修している。1962年に、 ソビート連邦のボロネジに生まれた。1980年、中学校卒業後、軍に王将。1988年から、KGB の防衛用部門に勤務。1991年から、ロシア保安省、ロシア連邦防衛用庁、FSB の中央機構で勤務。専門は、テロ対策と組織犯罪対策。1997年、 FSB 組織犯罪組織工作、活動組織局の専任作戦職員、第7課副課長。1998年11月、局の同僚7人と共に、記者会見を開き、1997年11月に、局長で少将のエフゲニー・ホホリコフと大佐のアレクサンドル・カムイシュニコフの二人に、ボリス・ベレゾフスキーとミハイル・トレパシュキンの暗殺を、口頭で指示されたが、 命令を拒否したと発表した。また彼は FSB の一部幹部職員が政治的脅迫や契約殺人などの犯罪活動に FSB を利用していると告発した。それ以来彼は脅迫を受けるようになった。ウラジーミル・プーチンは当時 FSB 長官を務めていた。百九十九年三月、権限優越の容疑で逮捕され、デフォルト母拘チ所に収監。 同年11月、無罪となったが、無罪判決の言い渡し直後に、FSB 職員により別件逮捕され、ブトゥイルスカヤ刑務所に収監。2000年、犯罪構成要件の不在により裁判は停止されたが、3度目の刑事告発が行われた。今度は、出国しないという条件の下で釈放された。二千年十一月一日に彼は、政治的弾圧を非難して、 ロシアからトルコ経由でイギリスに亡命した。このため4度目の刑事告発が行われ2002年欠席裁判において禁錮3年半の判決が下された。2006年10月にイギリスの市民権を得た彼はロシアのプーチン政権とチェチェンに対するロシア政府の対応を徹底的に批判する。2002年にユーリ・フェルシンスキー、ジェフリー・アンドリューズと ブローイングアップロシア、テラーフロム・ウィズインを強調。その中で彼は、1999年にモスクワなど、ロシア国内3都市で発生し、300人近い死者を出したロシア高層アパート連続爆破事件は、チェチェン独立派武装勢力のテロとされたが、実は、第二次チェチェン侵攻の口実を得ようとしていたプーチンを、権力の座に押し上げるため FSB が仕組んだ。 偽装テロだったと証言した。また同年の著作、ルビアンカの犯罪集団では、プーチンが FSB 時代に自ら組織犯罪に手を染めていたと、暴露した。2003年には、豪テレビ局の取材に対し、モスクワ劇場選挙事件の疑問点を指摘し、犯行グループのうち2人は FSB の工作員だった可能性を指摘した。彼は、FSB での活動に、 多くの経験を持つ一人であるため、プーチンに対する彼の批判をよく思わない敵がいる、モスクワからの手配者リストに載っているとされていた。加えて、ロシア内務省の特殊部隊、ビチャージの射撃訓練で、彼の顔写真を標的に使っていたことが、イギリスの報道を等で発覚している。2006年11月1日に、彼は、プーチン政権に批判的な報道姿勢で知られた。 ジャーナリストアンナポリトコフスカヤの射殺事件の真相を究明するため、イタリア人教授、マリオスカラメッラと名乗る人物と、ロンドンのピカデリーサーカス周辺の寿司チェーン店、いつで会食後、体調が悪化し病院に収容された。11月19日、イギリスのマスコミは、タリウム中毒が疑われ、プーチン政権による毒殺未遂の可能性が濃いと報道した。リトビネンコは、 翌日集中治療室に移された。ロンドン警視庁のタイテロ捜査部門は、毒殺が企てられたものとして、捜査を開始。11月22日病院側は、毒物はタリウム以外の放射性物質であると発表した。面会相手のマリオスカラメッラは、事件後、武器密輸、国家機密漏洩の罪状で、イタリアのナポリの空港で逮捕された。 ロシア大統領府副報道官のペシコフは、リトビネンコの毒殺未遂事件に、ロシア政府が関与するなどありえない。全く馬鹿げたことだと反駁した。リトビネンコは、集中治療室に収容されていたが、11月23日に死亡した。44歳没。11月24日の BBC 放送は、彼の体内から、ウランの100億倍の非放射能を有する、 放射性物質のポロニウム210が大量に検出されたと報じた。ポロニウム210が体内に取り込まれた場合、アルファ線を被爆することになる。大量のポロニウム210を人工的に作るには、原子力施設など大掛かりな設備が必要とされる。A 外務省は同日、中英ロシア大使のフェドトフを通じ、事件関連情報の提供をロシア政府に要求した。 25日付のエーシュタイムズは、英国内務省の防御用機関で国内の治安を担当する情報局保安部と英国外務省の対外情報機関、情報局秘密情報部も捜査に加わったと報道。同志は、動機、手段、機械のすべてが FSB の関与を物語っていると指摘した。捜査当局は同日、リトビネンコの自宅と彼が、 事件当日に紅茶を飲んだと言われる、ロンドン市内のホテルと寿司屋を捜索し、この3カ所で放射性物質の痕跡を確認。A 内務省と健康保護庁は緊急ホットラインを設け、寿司屋やホテルのバーを利用した市民に放射線を探知するための尿検査を受けるよう呼びかけた。中には、日本人観光客らも被害を受けた可能性があるとも報じられた。 ロンドン警視庁は27日、プーチンと敵対し、英国に亡命しているロシアの政将、ベレゾフスキーの事務所から、ポロニウム210の痕跡が検出されたと発表した。29日付のロシアシーズベスチアは、リトビネンコが、核物質密輸を行っていた可能性があると報じた。11月29日、英国の航空会社、ブリティッシュエアウェイズは、欧州便2機から、 少量の放射線反応があったことを発表、10月25日以降の合計221便に登場した合計3万3000人余りに対し、保健省緊急窓口への連絡を要請した。便名は自社のウェブサイトで公表している。11月25日、プーチンを求断する内容のリトビネンコの遺書が公表された。2007年1月に、 リトビネンコの中毒死事件を題材にした映画をジョニー・ディップがプロデュースし制作すると報じられた。2007年5月にカンヌ国際映画祭にアンドレ・ネクラー・ソフのドキュメンタリー映画暗殺リトビネンコ事件が出品された。アンドレ・ルゴボインイギリス警察当局は2007年1月20日リトビネンコ毒殺の容疑者を確認したと発表する。 5月22日に主犯とされる旧ソ連国家保安委員会の現職員、アンドレール・ゴボイを殺人罪で告発し、ロシア政府に対し身柄引き渡しを求めた。これに対しロシア側は2007年7月5日に憲法によりロシアの市民の受け渡しはできないとして拒否した。イギリスは抗議としてロシア外交官4人を国外追放するが、ロシアもその報復として、 イギリス外交官を4人追放した。このように、イギリス側は殺害されたとの見方を固めているが、ロシア側が拒否するという状況が続いている。容疑者とされたルゴボイは、2007年12月2日に、行われたロシア会議員選挙に、極右政党、ロシア自由民主党の候補者として、立候補、同党比例代表として、名簿にとして搭載され、同党が、 得票率制限を超えて議席を獲得しており当選を決めた。2014年に英国政府はリトビネンコの遺族の訴えに応じて事件に対する第三者による調査委員会を設置した。調査委員会は80人以上の関係者から話を聞くなどして調査を進め、2016年1月21日およそ220ページに上る報告書をまとめ公表した。 調査報告書中で調査委員会は殺害の計画はおそらくウラジーミル・プーチン大統領によって承認されたとしてプーチンが関与した可能性があるという見方を示した。ロシア連邦政府は英国の調査報告書について反発し、ロシア外務省のザハロワ報道官が刑事事件が政治問題化され、英露間の雰囲気を悪化させると反発した。 事件に関与した容疑で英国政府が身柄引き渡しを要求したアンドレール・ゴボイ、会議員も調査報告は馬鹿げており、いつものロシアのイメージを傷つけるキャンペーンだ。イギリスはリトビネンコ氏が死亡した本当の原因を解明しようとしていないと述べて調査報告書を批判した。マリーナ・リトビネンコ未亡人はロンドンで声明を発表し、夫の言葉が正しかったことが証明されたことに、 満足していると述べ、今後も英国政府に対して、ロシアに強い姿勢で臨むよう訴えた。リトビネンコの墓 BBC レポート、オンポイズニング・アンドレイ、ネクラソフ監督映画、暗殺、リトビネンコ事件、HP サンデー・タイムズ・レポート・オンポイズニング、テレグラフ・レポート・オンポイズニング・ガーディアン・レポート・オン、ポイズニング・テラー99・インフォメーション、オン・ザ・ロシアン・アパートメント・ボミングス・アンド・ブックス・バイ、 アレクサンダー・リトバネンコ、ありがとうございます。